トーナメントウルトラカップ。レベル無制限のこのトーナメントを制するのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。今両者戦闘態勢に入って、鋭い攻撃、弱点をついた。これで特殊攻撃に強くなりました。白熱したバトルが続いております。ここで自陣攻撃、よし、ダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでマリルリの登場だ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。あーここで、おっと、どっちだいた。あー今度は一発、両者ともまだまだ疲れを見せておりません。強い攻撃、追撃、さあこの場面で小さなダメージ、さあ熱いバトルが展開されております。セミタック、よし、ヒット、やっと力尽きたか。さあこの強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでトゲキックの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。ここで光の壁の効果が切れたようです。さあ激しいバトルです。今準備が整って、鋭い攻撃、決まった、これは効果的だ。おっと空高く飛び上がった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さてここで一発、おっとこれは外れ、この攻撃、軽いヒット。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。強い攻撃、これは効いている。両者とも大健闘です。ここで冷凍ビーム、おっと当たりません。さあ今度は軽く一発、さあ熱戦が続いております。今度はどうだ、当たった、最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。
今両者が最初に使うポケモンをフィールドに出しバトルが始まりました。バトルの姿勢に移って、さあまずはおっとあまり消えていない、おっと神秘のベールに包まれました。さあ熱いバトルが展開されております。鋭い攻撃、当たった、アークマスのダメージ、相手を道連れにしようとしているぞ。白熱したバトルが続いております。ここでポケモンをチェンジです。ここでミュウの登場だ。ここでミラーコード、おっと攻撃が外れた。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。この攻撃、小さなダメージ、これはどうだ。あっとまた外れた。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここで地震攻撃、よしヒット、アットダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここで沢村の登場だ。ここで神秘のベールがなくなってしまいました。さあ激しいバトルです。両者向き合って、ここで守りの体勢に入りました。ここで太鼓技術、おっと当たりません。両者とも大健闘です。さあこれは、おっとこれは外れ、強い攻撃、これは効いている、おっと皮一枚でつながった。片やまだ余裕着々、片や疲れを見せております。おっと当たった、ここでダウンです。さあポケモンは残り1匹、ここでカポエラーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ決戦が続いております。ここで守りの体勢に入りました。おおっおっと攻撃が外れた。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。あーっとこれは大ピンチ、残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。